キリスト教徒の王たちのアルカサル地図キリスト教徒の王たちのアルカサルあるいはコルドバのアルカサルはスペインコルドバにある城グアダルキビール川の側にありメスキータにも近い中世に建設されたアルカサルである名前の由来はキリスト教徒の王であるアルフォンソ11世によって建てられその後も王族の住居として用いられたことによるアルカサルは イスラーム建築の影響を強く残しながらも建設されたのはキリスト教の支配下に入ってからである。もともとこの場所には西ゴート王国の要塞が存在していたが、ウマイヤ朝の攻撃により西ゴート王国が滅亡するとダマスカスのカリフから派遣されたウマイヤ朝のアミールによって要塞が再建された。 アッパース朝の攻撃によりウマイヤ朝が滅亡するとアッパース朝の迫害からウマイヤ朝の一族であるアブドアラフマーン一世はコルドバに逃れたアブドアラフマーン一世の後継者たちはコルドバでカリフ県を宣言し西ゴート時代の要塞を自らの王宮として用いたヨーロッパが暗黒時代を迎える頃コルドバは国際的政治的 文化的中心となり、繁栄を極めた。ムーア人は、浴場、庭園、当時の西欧世界では、最大規模の図書館を王宮に併設、拡張した。グアダルキビール側には、水車群が建設され、庭園に水を供給した。アルカサルの水車群は、イサベル一世が、あまりの騒音のために安民が妨げられたと、訴えるまで稼働していた。1236年。 レコンキスタが本格化し、コルドバが、キリスト教勢力の手によって陥落した。1386年、アルフォンソ11世が今日に残るアルカサルの建設を、かつての要塞跡に開始した。ムーア人が建設したアルカサルの他の部分は、戦利品として、司教、貴族、カラトラバ騎士団に与えられた。アルフォンソ11世は、 ムアジ人のアルカサルの本の一部を保存したに過ぎないが、ムデハル様式を使うようになったとしても、イスラーム時代の構造を残している。エンリケ温世は、10代の時に、イボテイ、アルフォンソの反乱に巻き込まれ、アルカサルも、その反乱に巻き込まれた。反乱の間、アルカサルの防御設備は、弾薬の使用に対処できるように改装された。イタン新の銅と呼ばれる。 アルカサルの首都が建設されたのも、この時代である。エンリケ音声の後を継いだ、イボイモーとイサベル1世とフェルナンド2世夫妻は、アルカサルを、スペインでの異端審問の場として、また、グラナダに首都を置く、ナスル朝の攻撃拠点として用いた。ナスル朝は、イベリア半島における最後のイスラム王国であった。アルカサルにおける、異端審問は、 この後3世紀の間継続することとなった。1483年には、ナスル朝の最後の王であるボアブディルがアルカサルに監禁された。彼の監禁は、ナスル朝がスペインに対して従属することを約束するまで続いた。1489年、ボアブディルがサイドスペインに対して反旗を翻すと、スペイン軍はグラナダに兵を進め、1492年に、 レコンキスタが完了した。この年アルカサルでは、後にアメリカ大陸を発見したクリストファー・コロンブスとカトリック両王の越見が行われている。アルカサルは、ナポレオン・ボナパルと支配に反発する民衆放棄で勃発したスペイン独立戦争が、イベリア半島を戦火で包んだ時も、要塞として機能した。終戦後の1821年、アルカサルは、 刑務所となった。1950年代、スペイン政府の決定により、アルカサルは、観光拠点、国家のモニュメントとして生まれ変わった。ABCD リード、トニー、アルカサルデロース、レースクリスティアーノスコードバ。INFOCORDOBA.com。2006年4月4日閲覧。AB、アルカザールデロース、レースクリスティアーノス。 フロマー S2006 年4月4日閲覧。ありがとうございます。